最曹操、または思えそうは、政治家、サイ英文の飼い猫。英語名は、クッキーである。サイ英文には、2匹の飼い猫がおり、それぞれ、ソ曹操、浅いと名付けられている。最曹操は、グレーの色をしたメスの虎猫であり、もともとは、カレン県、修林郷にある、和平村の野良猫であった。 蔡曹操の名前は蔡英文が創設した省営教育基金会の関連サイトである早々論壇に由来する。蔡英文は蔡曹操は貴重の荒い猫であるとの旨を述べている。2012年8月に台風第9号に襲われた和平村を訪れた国会議員の小御事によって鉄道駅の近くのぬかるんだ道で発見されて救い出された猫が蔡曹操である。 同じ年に小見事によって蔡英文の元に連れて行かれて彼女の一匹目のペットになった。蔡総総は2016年中華民国総統選挙に向けた選挙戦において蔡英文のフェイスブックに浅いと共に頻繁に登場し彼女が若年層からの支持を集めるのに貢献したとされる。蔡英文は選挙戦において 3D 上映を用いた PR 活動を行っているが、その 3D 上映が伴っている神箱猫は、再創創がモデルとなっている。ありがとうございます。